が差し込んだ部屋に君は一人立ち尽くしていた。どうしたのって声をかけたって君はうつむいている。笑った顔が見たくって必死にもがいていた。あの日々も今では愛しいほど手のひらの中でうずくまってんだ。火星を目指すなのに僕は20センチ先の